はい、短期決戦です。1月19日8時23分です。第248回ロトセブンの予想の準備をしていきたいと思います。準備ね、おはようございます。よいしょ、よし、よいしょ、ロトセブン、どうだろうね。やっぱね、ロトセブンのね、このね、過去2回が重要なんだよね。あれ、良くないか。2018年1月19日、248回、ロトセブン、予想。過去6回。
1234123456789123456789。ああ、なんだこれ。
回中4回2回ボーナス数字3回ボーナス数字6回中4回2回ボーナス数字が2回ボーナス数字が363回ボーナス数字が116回中3回1回ボーナス数字が136回中2回が2、17、22、32、34かな、OK、難しかったね。今後4回ソレさんキャリーオーバー何がキャリーオーバー36が2回1回ボーナス数字36、37、4回中2回が31 4回中2回が36 4回中2回1回ボーナス数字が36 4回中2回が31 4回中2回1回ボーナス数字が36 OK 今日ゆっくりやろう。なんかよくわからない、25、26、29、31、34、30
しょ。連想展開、前回の数字これ終わらないぞ。8、9が出やすいな。18、19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 、
飛ばすか。飛ばそうね。前回と同じ数字を入れる。前々回と同じ数字。ちょっと時間かかりすぎちゃった。参考か。出てないですよ。4
と28しか含まれてる。と33か。挟まれてる数字。10と12と35。かぶっている数字。かぶっている数字。9と11と35。気になる数字。気になる数字。よし、OK。これでいいや。準備できました。次枠で予想します。ご視聴ありがとうございました。これで終わります。